内線の、うん、ちょっとシャドースイング見せてもらってよろしいですか。まあ基本的にはアドレスの最初の格好ってイメージは自分の中でこうなってて、はいはいはい、ね、でこうなってバックスイングをする、まあ、だからその出前持ちの格好右手はなる、はいはい、ね、で左腕はもうダウンスイング入るときにこっち側が内線をしやすいようにっていうふうにただ上がってるだけで、基本的にここから内線をしながらこういうふうにインパクトしてこうやって抜けていくっていう、これがクラブを持つとクラブのヘッドを自分が思うところに保持していきながら自分でパンってこうフェースの向きをまっすぐ当てるためにしてることだから、だから現実はそういうふうには多分動かないんだけど、前腕が内旋する動きをすることによってフェースの向きがこうやって変わりすぎないように思うところと違うところに向かないようにしてる。